僕の名はアーロン・コール。アメリカでカメラマンの仕事をしている。よし、準備 OK だ。今日はあるビッグプロジェクトのためニューヨークのセントラルパークへ来た。何？変態のおじさんじゃないかって？もう一度言おう。僕はプロのカメラマンだ。なぜ僕がこんな格好をしているのか。それはすべて愛する妻サラのため。大学卒業後、地元のアリゾナでカメラマンをしていた僕は、知人の紹介でサラと出会った。僕と付き合ってほしいんだ。あら、びっくり。でも、もちろん OK。 僕はサラを好きになり、思い切って告白をしたんだ。僕が彼女を好きになった最大の理由、それは、サラ、今からラスベガスに行ってダンスを踊らないか。え、今から？いいわ、アロン、行きましょう。僕は何でも思いつきで行動してしまう。でも彼女は全て受け入れてくれたんだ。僕たちは2年の交際を経て結婚した。彼女は妻として僕を支えてくれるだけでなく、仕事のアシスタントも務めてくれた。子供はいなかったけど、僕はサラがいるだけで十分だった。そんなある日、仕事であるバレエ団のプロモーション写真を依頼されたんだ。困った。僕の自由に撮影していいって言われたけど、バレエなんて一度も見たことない。そうね、バレエに興味がない人でも楽しめる写真を撮ればどう？話題になる写真なら何でも OK。 クライアントのオーダーだった。誰が見ても楽しめる写真か。ん？この時、僕の頭の中にあるアイデアが浮かんだ。それは、上半身裸でバレリーナが着ているチュチュだけを身につけた私を撮影すること。これは面白い。最高の一枚ができた喜びを報告するため、急いでサラの元へ向かった。サラ、できたよ。これを見てくれ。これあなたなの？信じられない。サラは大爆笑。僕が一人で真面目にこの写真を撮影したと思うと、ツボにはまったようだ。サラの反応と同じく、この写真は予想以上に反響があり、大きな話題になった。予期せず仕事の依頼も増え、僕はまたあることを思いついた。サラ、アートの本場ニューヨークで勝負がしたい。ニューヨーク？楽しそう。 OK よ、アロン。こうして仕事の拠点をニューヨークへ。希望にあふれた未来が待っている。この時はそう思っていた。慣れ親しんだアリゾナを離れ、新天地ニューヨークへ来たものの。アーロン、今日はどうだった？ああ、まったくダメだ。仕事はうまくいかず、一つの契約も取れなかった。焦る僕にさらなる悲劇が。アーロン、話があるの。胸にしこりがあるのが気になって病院に行ったら、乳がんだって。そんな、嘘だろ。突然のサラの告白。母と祖母を乳がんで亡くした僕にとって、それは死の宣告だった。それからサラの闘病生活が始まった。手術や化学療法、辛い治療が彼女を苦しめる。大丈夫かい？ええ、アーロン、私は平気よ。心配する僕を気遣い笑うサラ。彼女は無理して笑顔を作った。なんとか二人でこの辛い状況を乗り切ろうと思った。え、肝臓に転移？また手術が必要なんですか？いえ、末期の状態ですので、手術はもう。このまま薬で治療を続けましょう。神様は残酷だ。どうしてサラばかり。サラ、 あのさ、昨日。少し静かにしてくれない？気分が悪いの。ああ、肝臓転移後の治療が始まってから、とうとうサラは笑わなくなってしまった。辛い彼女を支えてあげたい。僕がサラのためにできることは何だ。その時、あることを思い出した。僕はある写真を一枚撮影した。そして祈るような気持ちでサラの病室を訪ねた。サラ、これを見てくれ。何？アーロン、私今そんな気分じゃん。何これ、どうしたの？どうだい、イケてる写真だろ。渡した写真は、昔サラが大爆笑したチュチュ姿の僕の写真。彼女のために撮影してきたんだ。またサラが笑ってくれた。本当に嬉しかった。僕はサラの喜ぶ写真を撮ることにした。けど撮影は正直大変だ。海辺の撮影の時は、裸で変態の自殺志願者を確保しました、違いますと警察に保護されたり。それでも僕はサラに新作を送り続けた。アメリカのいろいろな各所を回って、できるだけ滑稽なポーズで撮影した。サラの笑顔のためなら僕は何だってできる。少しでも痛みを和らげてあげたい。そんな気持ちで始めたことが、思いもよらない効果を生み出し。サラ、今日の写真だよ。見せて。今日も傑作だわ。
サラはみるみる元気を取り戻し、退院できるまでに回復したんだ。僕の写真はネットで話題を呼び、今では多くの人に支持されている。そして僕の写真で笑顔を取り戻したサラは、がんの告知から16年経った今も僕の隣で笑っている。